こんにちは、橋本です。今日はですね、4月26日、泉弘孝さんが、急性心不全で亡くなったという悲しい、ニュースが流れてきました。自分が音楽を始めたというか、聴くきっかけを作ってくれたのが、スクエアでありまして、泉さんはその時の、スクエアのメンバーでありました。周りではですね、みんなアイドルの誰がいいとか、いや俺は矢沢だとかですね、あのロックバンドの誰がいいとかですね、聞いてたんですけども、まあ自分は、まあ、スクエア、まあフュージョンの方を聞いてましてですね、ちょっと変わった子供だったんですけども、まあそこから、スクエアを聞き、カシオペアを聞き、まあその後チームネットワークだったりビーズだったりとかですね、まあちょっとそっち行くのが遅かったんですけども、まあその後またスクエアに戻ってきてカシオペアに戻り、まあそこからフュージョンバンドをですね、やるようになっていきました。泉さん作曲の、オーメンズオブラブであったり、宝島、エルミラージュとかですね、トライアンフとか、素敵な曲がすごく多いんですけども、やっぱり印象的だったのは2004年のカシオペア VS スクエアのライブ、すごくこれは衝撃的というか楽しいライブでした。このライブはあの DVD 持ってまして、もう何回も何回もですね、本当見まして、その中でもこのライブバージョンの宝島がすごく良くてですね、自分の中ではですね、普段弾いてみたとかですね、やってみたっていうのは一切やらないんですけども、今回は泉さんに捧げる演奏として、この曲をやってみようと思います。カシオペア VS スクエアライブ風というのはですね、風ってなんじゃというのはですね、まあ細かいとこ言うといろいろあるんですけども、最後の繰り返しが1回多くて、そこでイーヴィーのですね、あの伊藤さんのソロが1回多く入るとか、あと乗竹さんのドラムが、まあハイハットではなくあのライドシンバルカンカン鳴らしてたりとかですね、いろいろ細かいところあるんですけども、まあなるべくイメージとして、須藤さんのベースですね、雰囲気に似せてみたり、まあ、フィルインとかは極力ですね、憲武さんの雰囲気出すような感じにはしてるんですけど、まあ、あとサビの部分なんか、結構ライドシンバル使ってたりとか、その辺は結構、そのまま、ちょっと手間なんで、楽譜通りに、やってあったりとかですね、するんですけども、まあ、雰囲気は、近いものに仕上げてありますので、風と。ライブ風という風になっております。それでは、泉弘孝さんへ捧げます。作曲、泉弘孝さんで宝島。
しょうか。ちょっとね、中間のピアノソロちょっと一部間違えてしまいましたけども、まあ、泉さんに届けばいいなと思います。ではでは、また。